ちょっと待って、ちょっと待って、お待たせしました、お待たせしました、どうもどうも皆さん、ありがとう、ナイスミドルさん、ワザッピさん、皆さんありがとうございます。ナンさん、ちょっと待って、いや違う、今はあの自分で止めましたよ。あまりにも口に色がなさすぎたのに、あのリップを忘れたので、止めました。お待たせしました、皆さん、どうもどうも、ピンクカメオさんもありがとう、シギョダブルセブンさん、ナンさんありがとう。バキフォンで配信してますよ、私はバキフォンで配信してます。今日、いやこの間、いや本当に、いや本気でさ、1週間前くらいかなに、あのフィルム変えたばっかりやっちゃうけど、そう、見事にバキフォンになったよね。しのそうずいさんありがとう、こんばんは。今日私たち出会ってから500日記念日、500日、すごい、もう1年半ぐらい、すごい、ありがとう。パクチーさんハートありがとね。あ違う、液晶の修理するほどではないんですよ、あのフィルム、多分ねこれは多分フィルムだけで本体には一覧と思っちゃうけどね。でも変えたばっかりなんですよ。そうだからショック、そう、しかもファンの方が送ってくださって、それをそれでやっと張り替えて、それ終わっちゃったのでめっちゃショック受けてます。ソウスイさん、シノありがとう。何階から落としたんですか。これはですね、2階ぐらいなのかな、高さ的に1、2階分ぐらい落としたと思う、多分リアルに。本当にびっくりした、もうスマホが吹っ飛んでいきました、日記で。恐ろしかった、これスマホを破壊したなって思うぐらいだったから、やったからね、これ軽傷って感じ、想像よりはね。ストラドレイトさんハートありがとう。この前ちょっと悲しくって、おたかつめてないかなと思ったけど、ちゃんと好きなので復活しました。おお、何があったと、よかったよかった。それは割れるわって、いや本気ね、やばかったの、もうめっちゃ高いとこから落としちゃったっていうか、本当に悪くない、いや悪いかもしんないけど、私本当になんで、なんで、どうやって落としたかがちょっと分かんないんですよね。多分ね、立ち上がる時に膝の上に置いたって、多分落としちゃったパターンなんですけど、にしてもさ、あんな飛んでくって思って、
なんであんな飛んでいったんやろ、不思議でならない。もうピューンっていきましたよ、ドンみたいな。うん、いや1回分かな、1回分ですね。1回、いや待って、1回、いや2回ぐらい、いや2回もないけど 1.5 回くらい。どんぐらいだろう。ピンクがめおさん、じいじありがとう。バルコニーにいたの。あ、え、バルコニー、待って、あ、でもそういう感じの高さ。そう、いや本当にそうだよ、ごめんなさい、終わっちゃって。 1.5 回って何。いや違う、あの、ね、1回なのか2回なのかちょっと分かんないんですよ。あの、違うっていうのも、ね、ちょっとね、めっちゃ複雑だからな。まあでも高さ的には1.5 回分ぐらいあるかなって感じ。それか手で持っちゃってなんかしよってポーンと飛んでいったか。いや多分それはないんですよ、多分ね。膝の上やと思うけど、もう膝の上でさ立ち上がった時ポーンっていくかなって思って。いや本当にわかんない、もう今回ばっかりは意味わからぬ飛んでいき方。もう本当にスマホが宙浮いてたんですよ。めっちゃショックだった。うん、いや本当にそう。フォークさんありがとう、ハート。そう、いや本気で飛んでった。だってなんか落ちたかなみたいな、なんか落ちたかなって思った時にはもう宙浮いてドーンって落ちてました。うん、そう。もうマジでびっくりした、本当にね、びっくりしたよね、とってもね。違う、そうじゃないのよ、全然。ルンルンな時に割れたんでめっちゃ一気にショック受けました。浩平さんありがとう。そう、マジでね本当にびっくりする。浩平さんありがとう、クッキーとハート。いや、違うんですよ、違うんですよ皆さん。そう、あの 1.5 回か2回か分かりませんけど、あの客席から落としたんですよ。客席、うん、客席みたいな感じ。なんかブルペン行ったことあります皆さん。ブルペン行ったことあるかな。ブルペンから落としたんですけど、そう、今日ね親友ちゃんとキャンプに行ったんですよ。今日もっていうか、そう今日行って、そう、そう、本当に人に当たらないでよかった。そうで、ブルペンに入って、ブルペンで練習見て、そう、ブルペン入れるんですよ。そう、入れるっちゃけど、ブルペンはね10分交代とか20分交代とか6分交代とか、まあ、あの球団によって場所によって時によって違うっちゃけど、まあ、それで交代制なのね。でそう出ていく時にあの落としちゃうんですけど、 YK さんハートありがとう。え、それを先に言ってくれそうだよね。ちょっと言う順番間違っちゃったんですけど、
サキポーのパパありがとう。そうで、いやブルペン投げちょらんよ、投げれませんよ、届きませんよ。そういや野球したくてやはり投げたのではってそう、それでね、あのね、何回分あるかな、客席がこうね、野球場行ったことある、みんな野球場の客席のようにこうダン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 って階段みたいにこうなってて、座るとこがこうあるんじゃけど、と一段ずつ上がってね、で一番上に座ってたんですよ、一番上の段だったの一番上の段でなんか5段目ぐらいに、まあ、座ってたんですよ、座っちゃって、で降りるときに、後ろから回って降りたんですけど、降り立っちゃうけど、一番上に上がって降り立っちゃうけど、一番上ってさ、こう鉄柵とかいろいろあるけど、隙間がいっぱい空いてるじゃないですか。その隙間からスマホが多分落ちたんですよ。いやでも浮いて隙間からジューンって落ちたので、なんかちょっと意味わかんないよね。まあとりあえず一番上の段から落ちたんで、ブルペンの一番上って 1.5 回分ぐらいじゃない、やっぱ。え、しかもね、1階がねめっちゃ、待って、階段何段分かな、あれで、さらに階段を降りないと、だから階段っていうか、ん、階段何段分だろうあれ。まあ、とりあえず 1.5 回分ぐらいかなって思ってる。そうで、なんか飛んでったって思って、何が飛んでったんやろうってこう見たら、自分のスマホが宙に浮いてて、ドーンって音がして、みんななんかさ、野球見てるファンの皆さんがフォッて後ろ見て、そう本当に問題児でした。そうみんな見てた、みんな見てて恥ずかしかったですけど、でも本当に誰にも当たんなくてよかった。そう誰にも当たんなくてよかった。なんか飛んでったって思ってみたら、自分のスマホが宙を浮いてました。そうブルペンの中で起きた。そう、トーンって、あのスマホが落ちる音、なんどんな音だっけなそう音がしたんですよ。そう本当に大変だった。うん、え、本当に吹っ飛んでいった理由が分からんし、私がスマホを手に持ってたのか、果たして手に持ってたのか、膝の上にあったのかもちょっと分かんないんですよ。でも多分いつもの感じでいくと、多分膝の上に置いてたっちゃろうなっていう風には思ってるけど、でもそれだとさ、立ち上がった時に落とすってなったら下に落ちるだけじゃん、なんか手に持ってたんかな、ちょっとね分かんないんですけど、めっちゃ目立っちゃいました。そう恥ずかしかったそう、いやな、こうやって投げてはないけど、何かした時にポーンっていっちゃったのかな。本当に今日はやばかったですね。そう、とりあえず客席の皆さん振り返ってました。うん、振り返ってた、なんかボールが飛んできたかのように振り返ってた。私のスマホです。そうインスタのストーリーの写真撮ったのはその出来事の後、前、あ、インスタのストーリー、あ、今日のインスタのストーリー、あ、今日のインスタのストーリーは今日の写真じゃないです。はい、今日の写真じゃない、インスタのストーリーあれいつやっけ、
あれはね、あ、インスタのストーリーの日は先々週ぐらいかな、くらいかもしれない。いやいや、違う、投げてない、本当に投げちょらんくって、本当に降りていくときに、退出するときに、飛んでったんですよ。雨宿りジンベエさん、ありがとう、キャンディー。本当にさ、本当に今日は退出するときにめちゃくちゃ目立っちゃいました。そう、本当に。みんな振り返ってた、びっくりしてた。まさかスマホが飛んでくとは。いや、本当にショック、めっちゃショックなんですけど。私もうさ、この文字打つさ、この画面の半分から下やっていうよりね、もうね、3分割した一番下の部分が、そう、バキフォンなんですよ今。しかもなんかさ、めちゃくちゃ気持ち悪い言われ方、なんか何かを予言されてるような、なんかひびの入り方、だからなんか余計に嫌なんですよね。そう、なんか超なんだっけ、超強力な絶対に割れないやつ、知らないみんな。もう怖くて。そう、いや、なんか今まで車に乗っちゃって降りるときに、膝の上にスマホを乗せてるの忘れてって、車から降りるときに落として割れたのがこのフィルム変える前の時やったっちゃけど、そういう感じでね、落とすのは結構っていうか、まあ3回ぐらいあって、 2、3回くらいあったっちゃけど、今までで一番心配になる落とし方っていうか、もう怖い落とし方だった。うん、そう、いや本当にさ、もう本当になんで飛んでったっていうぐらい、本当に分かんないんですよ。プチプチで巻くしかないの、本当だよ。超技術研さん、ハートありがとう。そう、いや、車から降りるときはそれ何回か繰り返して、多分バキフォンになってるっちゃけど、いや今日は初めてだよね、こんな1回でバキフォンになるのはさ、初めて。そういや花粉症大丈夫？私花粉症じゃないですよ。でもショールームをお休みしてる数日間は普通に風邪ひいてました。うん、普通に風邪ひいてた。そう、でも全然それは治った、すぐ数日。うん、そう、一緒に行ったしんちゃんめっちゃ心配してくれました。大丈夫って、そのまちゃんって、そう、多分大丈夫って言って、でもねってファンの方が送ってくださったフィルムをで、最近変えたばっかりだからめっちゃショックって言って話してた。そう、それが一番ショック。うん、そう、でもそのフィルムのおかげで私の画面は多分無事なんで、本当に感謝です。何度かやばいって思うくらい落としたことあるけど、そんなに割れたことないって。うん、なんかさ、いやでも
半分から上はめちゃくちゃ綺麗ですよ。そう、いやバキフォンやけど多分本体は、うん、全然割れてないと思うけどさ、本体割れてなかったらこれ逆にすごいと思うくらいの高さから落ちたからね、本当にすごいと思う。もし割れてなかったら、多分割れちゃう。でもなんかスマホのあのフィルムを変える前のフィルム、バキバキなフィルムになんかまた戻っちゃってショックです、とっても。いや多分これガラスだよね、ガラスだった気がするよ、うん、そう多分このガラスのおかげで多分あれなんで、多分ガラスもそう割れてる。いやこれで液晶割れちゃったらめっちゃショックよ、それは。白身さんハートありがとう。そうなんかダメですね。いやなんかさ、何個かあるっちゃけど、あのなんだっけ、違う何個かあるっていうのも、あのこうスマホショルダー何個か持ってるっちゃけど、あのさスマホショルダーをつけたい人、今日はつけないぞっていう日あるじゃないですか。いっぱい写真を撮りたい日はさ、何紐が写っちゃうからとかさ、いろいろさ考えたりしてさ、自由自在に使えるように、そうつけない日もある、つけない日あるっちゃけど、そうつけないよっていう日、つけないぞっていう日あるけどさ、つけないぞっていう日に限って落としちゃうよね。そう。でもまあキャンプとかやっぱつけるべきですよね。でもキャンプとかめっちゃ写真撮るでしょ。ね。やっぱカバーさ、スマホカバー iFace とかにした方がいいかな。なんか iPhone7 の時は iFace 使ったりしてたっちゃけど、まあ iFace 割れないって言うじゃん、やっぱ iFace とかにした方がいいんですかね。いや今日さ、よりによってさ、私さ透明のさこれをつけてたわけ。これにこうプリクラを入れてつけてたんですよ。もうさあれだよね、これで落としたのがもう最悪の最悪すぎて、だってこれめちゃくちゃさスマホ割れそうじゃん。そう今日は新入ったのプリクラを入れて透明ケースで出かけてたんで、よりによってこのなんかなんて言うんだろうね、全然対策してない日に落としちゃったよね。うん、そう、そう、あーブックタイプね、ブックタイプ使ったことないな。そう、いや膝の上に置いちゃうからあれなんですよ。でも今日ばっかりは本当に手で持ってたんかな、あれは本当に一瞬の出来事すぎてちょっとあんまりわかんない。
そう、手帳型、そうなんですよ。そう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 、私もそれが嫌で手帳型使わんちゃけど、あの写真ね、自撮りするときにさ、こうやって自撮りするときに持てないもんね、難しいもんね。そう、膝に乗せちゃうと忘れるんだよね。ブックタイプでネックストラップ、あー手帳型でね、ストラップね、確かにね。いや本当に今日は怖かった、とってもとっても怖かった。なんかなんで飛んでったんだろうっていう不思議と、はあ、せっかく送ってくれて、やっとやっとこさ、慎重に慎重にマミーと慎重に慎重に変えたんですよ、フィルム。そのフィルムがさ、もう思いっきりねバキバキになっちゃって、ショックだよね、これは。膝の上に置いたらブザーが鳴るようにしましょう。じゃあそのブザー作ってください。別の意味で怖いです。なんでよ。いや本当に怖いよね。ちょっとみんなも気をつけてね。で私が気をつけてって話なんですけどね、本当に。えでもね、普段は全然落とさないですよ、私。本当に膝の上に乗せちゃって、それを忘れて立ち上がった時に落とすケースが私は多い。多いですね。だから車降りる時とかも最近めっちゃ慎重ですよ、私。もうスマホの位置を調べてあれします。車が終わります。バッグの中見たりとか、ポケットこうやって触って、ああるって思って立ち上がるようにしてる。そう、紐つけて首からぶら下げようって。いやスマホショルダーね、便利ですよね、確かに。あそう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 、あのポケットがねない、お洋服とか着ちゃうとさ膝に乗せがちだよね、特に。まあ今日は一応ポケットはありましたけど、スマホを落とした時のショック大きい。カラスのカーコさん、ありがとう。そう、なんかさ傷入ったりするとめちゃくちゃ気にしちゃうタイプなんですよ。だからもう本当にショックだった。次はいつも同じことをするのか心配になる。やめてよ。もう終わんないから。輝き48さん、ありがとう。空気、めっちゃ気にする、めっちゃ気にする。
そういや違うんですよ、その割にガラスフィルムね張り替えるのずいぶん先になりそうって言うじゃないですか。あのね、それには理由があります。いやなんかあのまた割っちゃいそうで怖いんですよ。そうそう、あ待って、星をつけてなかったの、待って待って、あの本体は多分ね液晶は割れてないんだよね多分、前回と一緒で。そうそうそう、みんなやめてください、そんなこと言うのぶっちゃんダメだよ、本末転倒なんて言わないでください。いやめっちゃこれでも気をつけてるんですよ、気をつけてたはずなんですけど、今日ばっかりは本当に理由が分かりません。本当に今日は怖かった。もうみんなちょっと私をいじめないでください。ちょっとみんなさ、もっと慰めてよ。えそのまま我慢しましょう。いえ、うん、いやでもスマホ綺麗でいたいんだよな。国王さん、クッキーありがとう。いや待って、そらちゃんらしい超ディスってるやん、やめてください。ちょっともうちょっと前向きになれそうなメッセージください。え、バイク乗ってる時にさ、ポケットから落としたらもう終わりやん、それ。それはめっちゃ私、一週間ぐらい落ち込みそう。あ、そうね。不幸中の幸い。確かに、確かに。まあ、液晶がね、割れてなければ確かに。前向きにしてくださいよ。そう落ち込んでるんで一応。いやなんか本当にこの亀裂の入り方がさ、本当になんかゾゾッとする入り方なんですよ。雨宿りジンベエさんありがとう、ファイト。何に落ち込んでるの、この何に落ち込んでるの、話聞いてくれた、ぶっちゃん何に落ち込んでるのっていうのは、最近変えたばっかりなの、本当に本当に、えここ2週間も経ったかなってぐらい最近ね、2週間経ったっけ私これ変えて、めっちゃ最近変えたんですよ。そうファンの皆さんが、ファンの方が送ってくださったフィルムを、あのカメラレンズと画面に貼り替えたんですけど、カメラレンズはねそうもともと貼ってなかったんでめっちゃ助かってます。そう今日割れなかったし、でそうカメラレンズの方は無事やけど、スマホの自分が見る部分画面1週間前ぐらいよね。そうよね、だよね。あ確かにこの割れ方どう思います。あ行きたい、それそれはそれで、そうそれでそう大切に、そうもうなんか変えるのを楽しみに楽しみにして、やっとこさ変えた、あの変えたって、あのフィルムこの画面のやつ
変えたフィルムが割れたんですよ。めっちゃショックじゃない？そう、ピンクガメヨさんありがとう。それがショック。そう、いやなんかさ、ただたださ100均とかでさ買ったさやつだったら、あれがよって思ってさ100均行けばいいけどさ、違うじゃんこの重み、この重み、わかる？そう、送ってくださったフィルムをこういつ買えよういつ買えようって思って旅行先とかにも持ち歩いて大切にしてたぐらいのものにをやっとこさ貼り替えたのに1週間ちょっとで割っちゃったんですよ。うん、それがショックですよ私。磯風さん、宮崎さんありがとう。そう、いや本当にリアルに東京とか行く時もあの箱ごと持ち歩いてたんですよ。プレゼントしてくださった箱に入ってたんですけど、あの、まあ、箱に大体入ってるじゃんフィルムって。そう、箱ごと、箱ごと、そう、こんな箱と、あ、こんな箱2つか。そう、持ち歩いてたんですよ。そう、旅行先によく最近。そう、でもずっと買えずにいて、最近ようやくねお家で買えたんですよ。そう、なのに本当にとっても重いよこれは。そう、そう、ただただそこら辺で買ってたフィルムだったらさ、そりゃ新しいの買って全然いいですよ。違うんですよそれが。黒曜さんありがとう。そう、それはちょっとショックかもでしょ。そういうことだから悲しいんです。そう、直すのにいくらかかる。いやいやいや、待って、みんな私が液晶画面まで壊れてると思ってるよね。液晶は多分ね割れてないんだ。液晶は割れてない。そう、そう、そう、私が iPhone12 Pro を使ってますってそう言ってて、それをちゃんと聞き取ってくれて、そう送ってくださっててっていうね、そういうストーリーがあってでしょ。それを聞いたらみんなもね納得じゃない。そう、うん、そっか。でも普通のフィルムだったらもっと怪我が大きかったと思って前向きに考えよう。お、ぶっちゃんありがとう。磯風さんありがとう。花束とりあえずフィルム買ってこないと本当にあんまり種類ないですよ。え、本気？12プロ？12プロ？え、待って、12プロのさフィルムってもう売ってないの？もうどうしようね。魚さんありがとう。キャンディーそうね、フィルムを送ってくれた方がそうね、今日のスマホも持ってくれたんです。そうですね、本当にありがとう、本当にありがとうございます。あなたのおかげで私のスマホは無事ですちゃんと見てくれてるんで、うん、そう、種類も数も少ない、本当に。もう15出てるからね。あ、
15 15 15ね、私の数字だね。でも15でも16でも私の数字なんですよ一応。うんうん、ある意味人生初めてのバレンタインもらえたよ、そらの。おお、おめでとう、おめでとう、おめでとう。ドゥ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 ン、ふん、バレンタインもらえたって、イエイ。甘えどりジンベエさん、くまちゃん、ありがとう。確かにいっぱいありそう、ネットとか。永遠の16歳、いやセブンティーンだよ、そこはセブンティーン、セブンティーンで今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、今でも君が一番だ。そう、セブンティーン、もう見えない、セブンティーンだよ。あ、骨が鳴った。ピンクガムさん、結婚してってありがとう。タッタッタン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 、うん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 、ララ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 ラ、うん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 、ショッピングモールができてた。波の音と潮の香り、あの頃のままだよ。セブンティーン、バキフォンってネーミングおもろいって。いや、バキフォンですよ、本当に本当に。今ね、ちょうど私の画面でいくとね、あの皆さんのコメント欄の部分がバキバキなんですよ。で、自分のお顔からこっちが綺麗に写ってるんですよ。そう、コヘイさん、ハートありがとう。ドゥドゥルドゥ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 、うん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 、セブンティーンやってみたかったな。カラコンウェイク聞いた、うん、めっちゃダンス、あの何、カノンとか多いよね、うん、そう。いや、コメント綺麗に見えるっちゃけど、あのウェアバキバキですね。うん、でも全然読めますよ、綺麗に読めます。お疲れ様ごー。のりおさん、クッキーありがとね。
コメント読めてるから OK。 チャーノな何日で振り覚えられるやろって、あれ自分って言って難しいっけ、どんなダンスだっけ、ちょっとわかんない。ごっちゃん、磯風さん、ありがとね、ハートとかわいい。あー、カラコンウィンクが、カラコンウィンクはちゃんと習わないとできないな、きっと。言ってってくれれば、オンリートゥデイってこれだよね。いいから、僕の一番、僕の一番すぐそば、あれそばで、なこの1のダンスがあった気がする。何も変わらずに、今日だけ愚かない付き合って。どんなダンスだったっけな。ダンダンダダンダダダランダラララン。なんか1のダンスがありますよね。ドゥ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 ン。翼おじいさん、クッキーありがとう。あ、そういえばこの間バレンタインデーの、バレンタインのね次の日、うん、バレンタインの次の日かな、次の日ぐらいにね、知り合いから手作りのクッキーをいただいたんですけど、なんかねめちゃくちゃ美味しかった。なんかサクサクの中でしっとりみたいな、サクサクとしっとりどっちも味わえるみたいな、でなんかバターの香りがすごいふんわりしててめっちゃ美味しかった。チョコレート味と普通のプレーン味、しかもなんか調理師免許を持ってるらしくて、もうもう完璧すぎない、そりゃ美味しいよねっていう、もうお店出してほしいぐらいに美味しかった、うん、売ってほしいレベルに美味しかった。うん、雨宿りジンベエさんありがとう。キャンディー、キャンディー一つさ、うん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 、元気、ちょっとその辺まで、日差しが、バレンタインはゴディバのチョコをもらいました。おお、本命？本命チョコ？もしかしてキャンディーする予定だったの？正解です。キャンディー。
とさ、うんうんうん、16人バージョンね。そう、雫公演の16人バージョンのあのユニットが実はキャンディーだったんですよ。そう、キャンディー、レイちゃんとみつほと私3人でキャンディーする予定だったんですよね。そう、ギリチョコか。でも嬉しいね、ゴディバ。そう、でもさ、でもさ、あのキャンディーのレッスンしたのって加入して11、12、4ヶ月目ぐらいだったんですよ。そう、難しく感じてた。そう、10月14日に加入して、2月とか3月かな、3月にはそうレッスンしてたんで1ヶ月間ぐらい。でももうそっからコロナ禍が始まっちゃって、そう1ヶ月練習してたけど、あのみんな帰省って感じになっちゃったから。そう、16人の雫やりたかったね。そうだよ、本当はね、そう、同期みんなと愛理さんとレイちゃんとかでね、そう、公演16人バージョンする予定だったんで、そう、本当に残念。ドゥドゥドゥ、キャンディドゥ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 みたいな感じのあるよね。1、5、打つ、なんだっけ、なんかそんなのあった気がする。マシロパイセンもいたのって、待って、いや待って、でもさ、マシロさん、マシロさんは、マシロさんライダーやってたかもしんない。ライダーやってた気がするかも。うん、マシロさんライダーやってたかも。ユニット私キャンディーだった。え、キャンディーの人はさ1曲いたっけ。ユニット1曲だよね、確か1曲だよね。私キャンディーだった。うん、そっか、ましろさん劇場ね立ってないですもんね。そう、レッスンしてたよ。めっちゃ頑張ってたんですけどね、みんなで。ドゥ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 。でも私劇場はやっぱ愛の移動でセンターできたのがめっちゃ嬉しかった。うん、愛の移動はね、劇場公演で初めましての曲だったんですけど、私的に。でももうめちゃくちゃいい曲でね、そう嬉しかった。涙が止まらないよ。うんうん、
スーパーで、あー純情ソーダ水ね、シュワシュワソーダ水あったね。あなたがいつも飲んでた、シュワシュワ、懐かしい懐かしい、めっちゃみんなで頑張ってたな。寂しいけどサラちゃんの卒業とほぼ同時に、うん、逆上がりも千秋楽でよかったかも、よかったかもって、確かにそうだよね。私の卒業の2日前に千秋楽迎えてますもんね。そう、サオの純情ソーダ水とかととか彼女とか見たかったなって、サオの純情ソーダ水とかととか彼女とか見たかったなって。ありゃー、復活した、帰ってきてる、熱中症になりました。スマホが熱中症になりましたので、こちらを使わさせていただいております。こちらを発動させていただきました。はい、スマホの下に入れるんで、ちょっと熱中症みたいなんで、皆さんそろそろランキングを読ませていただきたいと思います。はい、1時間ぐらい配信できた ?42 分から44分、あ、1時間配信できたかな。じゃあランキング読ませていただきたいと思います。13位はコウさん、ありがとうございます。12位はゴッちゃん、ありがとうございます。コウさん、ありがとうございます。12位はゴッちゃん、ありがとうございます。11位はシノ、ありがとうございます。10位は雨宿りジンベ、弟、ありがとうございました。はい、ということで皆さん今日も見てくださって本当にありがとうございました。それでは、じゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんぶ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 ん、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。それでは皆さん明日からの1週間もね、元気に頑張りましょう。そう、寒暖差激しいので皆さん本当に体調には気をつけてください。それではありがとうございました。いきますよ、せーの、ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。バイバーイ、またねー、みんなーありがとうねー、おやすみなさーい。